刑務所にはね、傷はいかないから。うん、罰はいかない。うん、そろそろ今からツイキャスが先に始まりました。はい。福田さん、また画像が縦向いたまんまですね。かっこいいの。3月9日、時刻は5時を回りました。今週もスターワールドチャンネル聞きに来てくれはって、ほんまお気に。この番組はスターワールド株式会社がお送りしております。パーソナリティは DO と AD がリモートでラジオを進めさせていただきます。僕からの提供はスターワールド株式会社、ワッフルブラザーズ、ワクワクハラコちゃんミュージアム、大自然クラブの提供でお送りさせていただきます。FM ギノワではツイキャスで映像と音声をネット配信しています。では今週も11時56分までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。番組はね、ツイキャスを使用した参加型のラジオとして皆様ともコミュニケーションが取れるようなラジオをお送りしておりますので、ぜひぜひご参加よろしくお願いします。はい、はい、今週は奥大さんに来ていただきました。奥大さん、お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。今日は石巻に来ています。はい、おお、宮城県らしい。今負けしね、後ろこれは教室ですよね。だよー。おお、黒板久々に見ました。なかなか学校行くことないので、すごいいい感じ。ね、懐かしいね。懐かしいです。寒いですか？寒いんですよ。昨日雪が降っていて。やらスタッドレスってな、スタッドレスでいいんだっけ？タイヤですよね。入ってみんな来て、私は新幹線で来たけどね。新幹線は普通に走ってたんですね。そうですね、そのぐらいの雪では止まらないぐらい。あ、そうだ。うん。もう大阪とかね、東京とかになると、そのぐらいの雪が降ってしまうとね、もう交通機関が、ちょっと止まったりとかいろいろありますけど、さすがね、東北の方は強いですね、雪に。はい。ツイキャスのね、コメントもたくさんちょっと来てるので、ちょっと読ませていただきたいなと思います。はい。ヤンキチさん、カープボーイさん、タカボさん、右腕ゴリラさん、秀樹かねこさん。はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。どれ読もうかな。秀樹かねこさん、コメント初めてですかね。ありがとうございます。出かけよう。そば、天、せいろ食べに行こう。今から出かけられるんですかね。ちょっとこれを聞いてから出かけてください。はい。ヤンキチさん、黒板といえば先生にチョークを投げられてました。あったあった。ありましたか？ありました。たまにで、私はそんなにないけどね。飛んでくる人はいたよね。あれ本当に飛んでくるんですね。今の時代じゃちょっと考えられないようなんですが。うん、高坊さんからはね、バケツを持たされた記憶はありますかというコメント来てますが、そういうなのもありましたか？一回だけの記憶だな。あったんですか？もう、なんか漫画の世界だなっていう記憶なんですけど、やっぱそういうのもあったんですね。あったんですよね。あ、イフミさんコメントありがとうございます。お久しぶりです、ね。ごくんちょーと。はい、お久しぶりです。ありがとうございます。はい、今日はね、2週目になりますので、はい。奥戸井美香さんのね、はい、奥戸井美香の美香なサンドコーナーということでね。はい。今日はそのコーナーで、進めていきたいと思うんですけども。はい。今日は、今ね、今日は卒業式だったんだよね、ここの中学校は。全国的に卒業式だよね。あ、そうですよね。今、卒業式シーズンですからね。うん。で、明日はね、その卒業式
イベントっていうことで、私が講演とね、ライブをね、子供たちと一緒にやる。なるほど。あ、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか。いいでしょう。もう、すごい。今に流行っても、中学生の子たちが私が作った曲歌ってくれるんだよ。いやー、素敵。学校のために私作ったんだよね、2011年。だから本当にまた呼んでもらってすごい嬉しいけど、2011年にね 3.11 があってね、それでここら辺はもう道が割れまくってね、今こう道が新しいからね、これもそうなの、ほら道が新しいでしょ、できたの、すごいですね、全部できたんだけどさ、この向かいに一致団結とか書いてある。あ、いいですね。いいでしょ。いやー、すごい。だから、この、本当はその 3.11 の後はもう、地割れしてたから、ひどいところでね。で、この学校の子たちはもう、修学旅行行くのも諦めてたんだよね。もう、そんな状況だから行けないんだろうなと思ってたら、このね、校長先生がね、教育委員とかね、いろんなところに言ってね、行けることになって、それで、ここの子たちは歌と踊りが大好きだったので、はい、東京の代々木公園にステージがあるじゃない、はい、そこに、修学旅行に行くことにしちゃったわけ。それでやってきて、すごく私が、呼ばれて、見に来てやって、って言われて。で、見に行ったのよね。それは校長先生とお知り合いだったとか、そういうことがあったんですかね。この父兄さんの PT の会長さんとね、知り合いだったのね。あ、なるほど。子供たちが一生懸命歌って踊って聞いてやってくれとか言われて。これはね、もう絶対行きますよね。もう間違いなく。もうすごい元気よく踊ってくれて、歌ってくれて。もうでも東北地震から13年になるんですよね、今年で。そうですね。だから今中学卒業するってことが、生まれて1歳ぐらいで、そうですよね。震災があったわけだから、最悪だよね。2歳に。ね、そんな災難だよね、生まれたい。多分当初の記憶はないでしょうね、今 の, この卒業生からすると、ね、きっとね。でももうね、誰かに会うたびにそういう話だもんね、きっと。あの頃からね、逃れられないよね。だからこう、そういうところからね、自由にね、解き放たれて、どこまでも自由に行ってほしいなぁと思うけど。でもまあ、どこの土地でもね、私の長崎とかでも、ね、原爆の、ね。そうですよね。その土地でもいろんなね、普賢岳とか、いろんなところあるからね。そうですよね。もう実際に今年ね、こう石川の方でも大きな地震があってね、今でもちょっと困られている方たくさんおられるので。うん。うん、私はね、その時ね、ここの文化祭にその曲を持ってきたのね。あの子たちにいい曲を作ってあげたいなと思って。それはね、その子たちがね、踊ったり歌ったりする前にね、私たちの、これから復興を担っていく若き獅子たちの歌とダンスを見てくださいって叫んだから、なんか心に響いちゃって、絶対なんかね、いい曲作りたいなと思って、この子たちがね、ずっと復興していくとね、簡単にいかなくて、こういろいろ挫折したりいろんなことがあるじゃない。そういう時に、元気が出る曲、みたいな感じで作ったんだけど、それを、なんか、文化祭で発表したのね、ここの学校に来て。そうしたら、もう、校長先生や教頭先生が喜んで、もう、これをやればもうバッチリ、みたいな。何がバッチリかわかんないけど、そうやってわーわーわー言うから、CD を作って。あ、なるほど、うん。このね、CD の画像がちょっとありますので、のんちゃん、CD の画像出せますかね。CD の方の画像です。もう一枚の方ですね。
もう一個の方でーす、うん。はい、こちらの CD、君が笑ってる、みんな笑っているという。うん。これは、その、うん、当時の生徒さんたちなんですかね。うん、そうです。このね、お写真も。一番前が奥添さんで。はい。だから今25、6になってる。あ、そうか。ああ。いろいろいるし。お沖縄の沖縄の曲が流れましたけど、ね、さすが、さすがギロマン氏ですね。失礼しましたが、先にね、せっかくならばこの曲をね、うん、聞きたいなと思っているので、はい、先に曲いきますか、はい、行ってください。はい。じゃあ、のんちゃん、こちらの君が笑ってる、みんな笑っているを一曲、お願いします。いけますか？走り出す大声張り上げて、秋にはたくさん木の実を拾ったよ。自然は時に優しく時に厳しい。ここが好きなんだ。雨が降るたび強くなれる。集まるよ先生を喜ばせる計画さ。何があったとしても自分であり続けよう。あちこち仲間が手を振るよ。ふるさと日本、ここにいたいんだ。今を生きてくヒントが見つかるんだ。その全てを強く抱きしめよう。僕ら
はい、ありがとうございます。コメントでもいい曲というふうに言っております、奥大さん。嬉しいです。すごい元気のもらえる、なんか、ねえ、この生徒さんたちのこのコーラスっていうんですか、うん、こう後ろの。はい、ね、そうです。こう今でもね、こう13年前に作られた曲がね、こう、はい、ずっと、うん、こう、弾き継がれている。引き継がれている。そうですね。あの、第2、第2っていうのは、すごい、いいですね。うん、ありがとう。はい。一旦こちらの画像を落としてもらって。はい。はい、でね、3月11日で、もう東北地震よりやっぱ13年の月日が経つんですけども、はい、この一応被災地訪問の動画も奥田さんからちょっといただいているので、これも流しながらちょっとお話を聞かせていただけたらなと思っているので、はい、のんちゃん、ちょっと動画を流していただけますでしょうか。はい。そのね、当時のね。はい、そうですね。2012年の、違うな、2011年だ。11年です、ね。今年に作ったのね、2011年の10月28日の星華中学の、あの文化祭で、こちらに来て、その文化祭で初めて、君が笑ってるを、発表したら、本当にみんな喜んでくれて、で CD 作ってくださいねって言われて、で喜んで、その日は仮設住宅に泊めてもらって、漁師さんの家にみんなで行ったんで、でもすごい寒くて底冷えがするっていう結構寒いわけ。それでね、家具もね全部真っ白でね、何の色気もないって感じの家具だった。そうですよね、もう急いでこう作られてますからね、うん、みんな大の映像見てても、もう今じゃ考えられないぐらいの、やっぱ津波があるから瓦礫が、津波が襲った止まったままの家とかね、いや、その当時の、その奥大さんは、その、この場所に立たれた時に、どういう思いだったのかとか。まあね、悲しかったけど、その時がね、また、その時のままに止まっていたりするから。今の映ってた建物は学校、ここですか？ここですね。あれは小学校。小学校です。これは女川の方ですね。これが万国浦っていう湾ですね。湾だから波がほとんどないんですよね。そうですよね。湾の方は安全なんだけど、太平洋の方はやっぱりもう港も町も何もなくなってしまってて。一瞬でね、そんなことがあるんだね。こんな自由の女神があるってね、みんな知らないよね、きっとね。知らなかったですね。初めて。あんな、どこの中に。石の森章太郎館とかね、そういうのある、漫画の、そういう石の森章太郎さんの作品ばっかりみたいなところもあるしね。はい、動画ありがとうございます。13年でね、もう今、あの最初に外見せてもらいましたけど、やっぱ道路もね、綺麗になって、すごい。まあ、不思議なのはね、だからその生徒たちがな、同じに見えるよね、なんかね。そうか。みんな大人になったんだなって。まあ、成人式の時もここに来たんだけど。なるほど。いいですね。私が追っかけしようかな、みたいな。もうね、子供の頃からね、知ってるから、もうみんなこう、親戚の子のような感覚でね。素敵な関係性ですよね。本当に、いや、素晴らしい活動をされているなと、この甲子園で。もう歌のね、ここ力で勇気を与え続けてはるなっていうことが。
また明日ね、その懇親会でね、その2011年の当時の先生たちがみんな来てくれる。すごい。校長先生みんな来てくれるの、ありがたいわね。すごい。こうやってね、木の屋石の巻水産っていうね、会社まで、そこのね、社長も顔出してくれるって言ってたんだけど、そこのラベルのない缶詰っていうのをね、私たちね、40何万個売ったんよ。ラベルがないから中身が分かんないよ。クジラなのか、サバなのか。何が入ってるのか。ね、分かんないまま、そのまま、こう、買えみたいな。400個入りで1万2千円。でもめちゃ安いんですよ、そこのは。すごい高かったから。クジラとかも600円、900円っていうような缶詰の値段だったのね。それを40個も入ってたらね、結構安いんじゃないの、40個で300、1個300円、中身が分かんないから300円にしてたけど、もっと高いのばっかりだったのね。へ、なんですよ。明日は公演をして、明日夜飲み会で嬉しいなぁ。なんか、報われるっていうの、そういう人たちが会いたいって言ってくれたらさ、今日もさ、その校長先生のね、奥さんがね、もうなんか石巻のね、駅まで迎えに来てくれてね、ハグ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 みたいな、ですよね、もう元気だったって言ってくれてね、温かい、温かいですね、本当、人が。そうなんですよ。ねえ、もう13年経ってもね、今でもこうやって、関係性がしっかり築けてるっていうのは、やっぱり工藤さんの力が、らしいのと。やっぱり、あの震災が特別なんだと思うね。絆ができちゃうね。やっぱね、みんなでこう一緒に頑張らないとね。人一緒っていうのはね。ここの子たちね、みんなすごい、だから絆が深いよね、みんなね。そういう教育を受けてたり、やっぱり痛い思いをいっぱいしてるので、頑張らないと、みんなを助けないと仲間だねっていう意識がすごくあると思いますね。すげえな。すごいいいですね。もう、でも私は明日は帰ったらね、東京のこといっぱいやらないといけない。いっぱいね、飛ばすんですけどね。一応ね、今卒業シーズンなので、せっかくなら、多分ね、全国さまざまなところに卒業生っておられると思うので、奥添さんからね、卒業生の皆様に、ぜひ、メッセージをいただけたらなぁと思ってるんですけど。めちゃぶりやな。はい。もう本当にね、卒業、本当おめでとうございます。そうですね、今はね、変化の時代なので、昔ね、第一次産業革命とか第二次産業革命っていうと、間に100年ぐらいあったけど、今10年というか5年というか、もうね、あっという間にこう、A と B を足したらこれがすごいことになってしまうみたいな時代だから、もうみんながこうね、その頭を柔軟にして柔らかくしてゴムまりのように上手に生きていってくれたらいいなと思いますね。なんか一つのところにいないで、こっちこっちこう変化していく、それができないと今大変かもね、みんなね。本当すごい時代になっちゃって、もう私たちもようやらんけど、そういうことがあるかなと思う。だけどね、みんな人間って変わらないものはね、変わらないからね、感情とか、そういう気持ちみたいなものとか、生活とかは永遠だから、それは大切に、変化がなく、大事なことを大事に、やっていってもらえたらいいんじゃないかなと思います。そしたら、なんとの人生は、グッドボタンみたいな。グッドボタン。いいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。歌は無限の力がありますね。感謝とヤンキチさんからコメントが来ていたり、ヤンポーさんは、先ほど流れた曲を購入しました。というふうに言ってました。すごい、嬉しいです。ちょっと最後に奥戸さん、いろいろとイベント今からね、またありますので、ちょっとそのね、宣伝をしていただけたらなと思うんですけど、一つ画像があるので、のんちゃん画像を出せますか。
最初にこちら3月ね、22日の宣伝からよろしくお願いします。はいはい、これはですね、渋谷区の初台の方であるんですけれども、はい、縄文の響きというミュージカルを私たちはやっていて、はい、2時からと夜7時からの2回公演で、これはね、コラボレーションでいろんな人たちが、はい、20分ずつこう枠を持ってやっていくんですね。私たちは2時からかな、2時半からかな、3時からかもしれないし、3時半からかもしれないけど。もうこれはね、2時から来ないとダメですね。来てみたらわかります。初台ドアーズっていうところですね。縄文の響きの、なんていうかな、ミュージカルの皆さんね、一緒に歌って。来られるんですね。はい、20分にまとめたものがありますので、はい、楽しそう、いろんな方が見られるみたいなので、そうなんです、ぜひね、近くの方は、はい、入場料が3300円で、この300円はね、はい、一般社団法人の子どもの声から始めよう支援さんに多分寄付されるのかなっていう感じで、はい、じゃあ次の3月、はい、3月31日日曜日ですね。はい。もう、ね、年度末のね、最後の最後の日にね、ラビアでしかなかなかいないと思うんだけど、まあ、逆にね、金曜日とかよりもね、そうやってね、うん、年度末で金曜日とかって言ったら、最後まで頑張らないと、みたいな人が多いかもしれないけど、まあ、31日ぐらいの方がゆっくりなるのかなと思って、うん、そうやってやってます。あ、逆に、確かに、そうかもしれない。ここはね、いつも私はね、ジャズを歌ってるんだけど、今回は。はい、の昭和歌謡、うん、あ、いいですね。初めての試み。トシーとハッピーアンドブルーって知らないでしょ。聞いたことある。トシーとハッピーアンドブルーっていう人たち。いやね、もし曲を聞いたらね、わかるかもしれない。ね、ワンチュー、じゃ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 ん。あ、なんか知ってるかもしれない。でまず二人でおおおおおどどおよチャララチャララ知ってる、聞いたことあります、聞いたことあります、歌ってるトシ伊藤さんかながね、解散しちゃって、そのグループは今ないんだけど、そこのメンバーの人がなんかお祝いに来てくれてるんですよね。それで、その曲とかいろんな曲をね、歌ってくださるのね、まあ、昭和歌謡にしてみようかなと思って1回ぐらい、いいですね、それも。いいこちらはね、目黒の方であるんですね、はい、目黒の東京クラブ、東京クラブ、うん、東京にもあったりして、そんなことないな、目黒とね水道橋と2カ所あるんですね。2カ所あるんですね。うん、東